は私もう今日で13回目でして、どんどん楽しくなってきちゃって。翔太最高。バットマンがジョーカーと戦ったところ、屋根の上で面白かった。ジョーカーがすごい良かったです。あの弾けっぷりが半端なかった。2回目ですね。2階席の方がなんか映像も込みで世界観が楽しめるなと思いました。これで2回目です。組ごとでやっぱり表現っていうのが全然違くて、で演出も違ってたので、その表現とか動きとか全然個性的ですごい楽しかったです。なんか毎回その同じ内容だけど見るたびに違う発見があって面白いなって思いました。あのアクロバットが激しくてセリフなしでも物語が伝わってきました。全て捨てて素手で語ろう。賛同してくれるメイトなら